どうも、コーズです。今回ですけども、アルビレックス新潟2024シーズン、中倉選手と谷口選手がトレーニングマッチ初戦でゴールして、好スタートの件ということで、触れていきたいなと思いますが、フォワードの両選手ですがね、4-2-3-1においてはトップ下に入ることもあるわけですが、まあ基本的にそうなると4-4-2地区になるわけですが、まあちょっと触れていきましょう。トレーニングマッチ初戦、ガンバ大阪との戦いに2-1逆転勝利ということで、谷口選手に関しては1ゴール1アシスト的な、この的なっていうのは、まあそのハイプレスでボール奪ったの、そのなんだ、こぼれ球調だったっていう部分が、本当のアシストと言っていいのかどうかっていう部分で的なって書いてあるだけですけど、まあきっかけとしてはもう谷口選手のハイプレスから長倉選手のゴール、そして谷口選手のヘディングということで、1ゴール1アシスト的な活躍ぶりと、新潟のサッカーにおいては鈴木浩二選手が唯一無二的な存在感を放っている一方で、まあ長倉選手、谷口選手が、まあ自らの特徴を出して新潟の攻撃をブーストアップすることができれば、ああ、やっぱ期待感高まりますよね。そのタイトル取ると、てっぺん目指しますと、今季は明確に、その、優勝っていうところ、フォーカス当ててますので、まあそうなると、やっぱその、誰か一人頼みということを、極力排除する必要があると。もちろん、まあそういうスペシャルな選手もいるけど、そのいろんな、ね、その色があって、それを、その場面だったり状況だったり相手に応じて変えて、より得点を取りやすくするという手法をたくさん持っていた方がいいよねというふうなところなんですが、コメント、これスポニスさんのね、記事からちょっと一部抜粋して引用してますけれども、長倉選手、カイト君がいいプレッシャーをかけてくれてボールが来たので、風のおかげもあったけど決まってよかったと。だからこの長倉選手がこれだけコンスタントに点取れるようになってくるとめっちゃでかい。だし、これ今季はね、その、アルビレックスの選手たちはみんなそのちゃんと数字の目標も明確にして、太田選手も2桁得点するとか言ってるし、やっぱそういうの大事だよね。だって2桁得点してくれる選手が、じゃあ例えば6人いたとしたら60点取れんじゃん。ね、鈴木選手、長倉選手、谷口選手、で、太田選手、あと小野選手、あとは高木義明選手とか、が、みんな10点ぐらい取ってくれたら、ね、それだけで60点いっちゃうからね。プレスをしっかりかけていくことやお互いの距離感を感じながら連携しようと谷口選手と事前に話し合ってたと。やっぱそのプレスのかけ方って結構やっぱ重要ですよね。そのボールを握りたい、ボールを保持したいチームにとってボールがない状態でどう立ち回るかっていうのは非常に重要になってくると。だしそれがまあうまくはまりましたよね。その1点目、谷口選手のプレスからの長倉選手のシュートでゴールみたいな流れはすごくはまった気がする。今季初得点ですがに対して全然意識がなかったゴールを決めようと思っていたけど自分が初ゴールになるなんてと言いながらも攻撃の選手なので結果を出せてよかったと長倉選手ダウン。ね、やっぱそう数字よ。結果出してなんぼよ。やっぱ決めるべき時に決めるというのはまあまあもうずっと去年もね課題感としてあって、やっぱ得点力不足っていうのはアルビレックスのね、それデータ上でも出てる、あの下から数えた方が早いので得点数ね、去年の J1 クラブの。ただその分失点がね少なかったから順位的には良かったりしましたけど、やっぱその守備力はそのままで得点力を上げればね、おのずと順位は上がってくるわけですから、非常に本当にこの長倉選手、谷口選手の活躍というのは期待感があるわけですよね。松橋監督の談話、攻守ともにいいパフォーマンスを出してくれた、長倉選手は昨年途中から入り今季の初戦でファーストゴールを決めたのは素晴らしかったし、カイトもああやってクロスに入っていくことは大事ということですが、長倉選手が今季キャンプから参加しているのは本当に期待感高まりますよね。去年その途中加入、シーズン途中加入だったので、やっぱその周りの選手との連携だったり合わせていったりとか、逆に自分の特徴を知ってもらうっていう期間がやっぱり限られた時間しかないっていう中で、まあ最終的には最終戦のそのセレッソ戦で点取って、そのシーズン無得点はなくなったっていうのも、まあ変なプレッシャーもなくなってよかったっすよね。J1 初ゴールが期待されますがとかってインタビューされてたらさ、だるいじゃないですか。ね、今年こそはみたいに言われたら、なんか変に肩に力入っちゃうじゃないですか。わかんない。プロだから、プロの人はそんなプレッシャーかかんないのかもしれないけど、わかんないけど。だからそういうのもないし、もう単純にもう今季シーズンスタートから、
フルスロットルでっていう感じだと思うんですよね。で、やっぱ長倉選手はやっぱトラップ上手い、そしてボールタッチの柔らかさ、そして走力、走れる選手でもある、加えてポジショニングも良くて速さもある、ので、やっぱ新潟的フォワードに必要な要素は十分あるので、まあ、あとは生かし方次第、まあ、本人のその戦術理解度だったり周りとの連携とか、やっぱそこら辺次第かなという気がしますね。で、谷口選手もやっぱニューダージャーサイドハーフで使われることもあったわけですが、まあ、熊本でね、左ウィングかなんかで得点を、J3 得点王になっているので、やっぱ本職ウィンガーなんじゃないか説があったわけですけど、まあ、2022年以降、まあ、要は松橋監督が監督になってからは、ほぼセンターフォワード企業がメインであると。まあ、これ、鈴木選手の怪我もあってとか、そういう偶発的な事情もあったのかもしれないですけど、もうほぼセンターフォワード企業がメインですよね。鈴木選手とタイプが違うので、その違いをうまくチーム選手と被せていけるかが重要になってくると。持ち味のがむしゃらさ、プレス強度、シュートの思い切りの良さ、縦の推進力、そして裏抜け、裏のスペースへの侵入など、まあ、新潟の攻撃の手法を広げるには十分すぎる素養があると。そうそう、だほんと使い方次第でなんかいい素材揃ってるなっていうのをね、改めて認識した次第です。あとはまあやっぱ決めるべき時に決めること、決定力アップっていうのはマストかなと。でも谷口選手結構決めてる印象あります。決める時と決めない時で波が激しい印象がある。決める時はなんかまとめ打ちするよね。2点3点取ったりするからさ。あとはやっぱその いいなっていうのは松橋監督のコメントでも触れてましたけど、トレーニングマッチでヘディングで得点したっていうのは、やっぱそのクロス攻撃から点に至るっていうプロセスがちゃんと作れてるっていうところだけじゃなくて、そのクロス攻撃から点取れるんだったら、コーナーキックとかセットプレーからフリーキックからもそのヘッドで得点、空中戦で勝つとか、そのぽっかりスペースが空いたところでフリーでシュート打つみたいなことがね、そのリスタートとか、まあ、流れの中のクロスだとそういう場面もできるだろうし、そういう得点が増えてくると、もう単純に得点力アップにつながるっていう意味ですごくいいよねっていう話ですね。で、スタメン的にはやっぱり、まあ、こっちにも長倉選手入る可能性あるけど、やっぱりちょっとフォワードの、ね、争いはちょっと熾烈になってきそうですね。小野裕二選手もね、いいプレーしてるし、で、あと大卒のそのドリブラーの奥村選手がボランチ起用されてたとかね。で、森リータ選手は両サイドできると。で、強化してだろう稲村選手も、左利きセンターバック的にはちょっと期待したいと。まあ、あとは遠藤亮選手、そして石山選手、宮本選手も、あと長谷川元希選手ね、もうみんな楽しみじゃないね。ボランチの話はね、別の動画でしてますので、あれですけど、やっぱ攻撃陣、やっぱいかに点取るかっていうの重要だからね。楽しみになってきました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。いいねは既読の印ということで、グッドボタン、高評価ボタンだけでも押して帰ってください。ご視聴ありがとうございました。いやー、ゲレスがね、3点目で決めてくれましたね。もう超昇格は目の前ですよ。本当に劇的コミがね、やっとね、決めてくれてね、もう俺、昇格する時のね、ゲルスのゴールより泣いちゃいましたね。いや、感動しました。なんかね、本当にね、この町田の地でね、勝ちたかったっすね、本当に。なんか本当にね、この2年間悔しかったんだなっていう。すいませんね、すいませんよ、はい、これが福岡の洗礼です。いきますよ、皆さん、せーの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 、
ます。現地観戦 Vlog 絶賛公開中、再生リストからぜひご視聴いただけると嬉しいです。完全ドキュメンタリー、アルビサポが現地で見た状況、感動すべて盛り込んでます。